こういう切り身カードついてないね。はい、だからまた切り身。ここにマネ流すんだけど、はい、その奥に爪がいっぱいついてて、ガリガリガリン。ちょっと見るべ。ね、このこんくらいのダマをゴンって打ったら、そのダマのまま入ってくる。噛んで止まっちゃう。はい、だからそれをまばらに緊張にしながらこうやって入れ込むんやけど、はい、それをこう入れ込みすぎると手突っ込んで手なくなるんですよ。はい、だからこの辺でこう奥へっていう、絶対奥までやるんですよ。で、結構スピード上がってくると、すごい速くなるんで、やっちゃう。こう上げる側の人でも速くなる。ここは2個の太鼓が、ウェーって回ってるから、背中に爪もあるし、はい、うん、やっちゃうと、それだけ気をつけてください。はい、誰がいるか知らない。頑張ります。遠足取ってたか。はい。遠足。右手遠足。あそこに埋まってます。埋まってる。あと。で。辛いから交代にしないとどうもなるんですね。みじ、人数いるんだろうか。二人分取ってもいいし。どうせもう一台は一人いらないから。あ。うん。あと残りはきっと持って。運びと、あと集める人と、バラバラって切れてるやつを少し。もう一緒に集めるんですか。うん、で、朝のうちはだから集めて、ある程度になったら落とす人と、まだ集める人と。はい、うん、それまた向こうで言ってくるだろう。おっし、うん、7時半ですね。はい、はい、じゃあ9時まで言うと。マリさんにはもう言ったらいいです。今日作るの？おにぎりって。明日か今日かですね。なんか辛いの。え？辛いの。おにぎりが。ま、明日また動いてみるか。何こんなもんか。発想の最高。発想がある。ああ、面白い。今日だけリーダー。はい。なんで？いや、ちょっとリーダー任せてもらって。いや、嫌な耕したいなって。どうすりゃいいんですかとか質問します。それじゃ、帰って端っこ作りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい。あ、いや、大丈夫。
発生してる。そうなんのだ、そういうの取ったらあかんあかん、これあかん、あーダメだよ、お金はダメだ、金一切取っとけ、お金だよ、これもうそんな汚いものです、お金が大好きです。え、俺お金大好きやね、うん、お金がすごく欲しいです、使いたいことがいっぱいあるドームハウス作るぞ、いらんねこれ。これ消してな。